ジュエルはアメリカ合衆国のシンガーソングライター。他に詩人や女優などのキャリアも持つ。ドイツ系スイス人の祖父が1941年にアメリカ合衆国ユタ州ペーソンに移住し、そこでジュエルは生まれた。間もなくアラスカ州ホーマーに転居し、そこで父に育てられる。幼少の頃より父とステージに立ち、また祖父からはヨーデルを学んだ。 やがてギターを手に歌うようになっていく一方で、奨学金を得て、インターローシェン芸術学院へ進学、オペラを専攻する。自ら歌を書き始めたのは、在学中の17歳の頃である。卒業後は、母の住むカリフォルニア州サンディエゴに移るが、本格的な音楽活動を始めると同時に、ホームレスとしての極貧生活を選ぶ。バンに寝泊まりし、K マートで体を洗い、 路上でライブを行った。この間の喫茶店での演奏が評判となり、口コミで、ジュエルの名は、少しずつ広まっていった。恋人であったスティーブ・ポルツと彼のバンドである、ラグバーンズとの出会いもこの時である。ポルツとは後に、You are meant for me で共演した。喫茶店での出演がきっかけで、アトランティックレコードと契約し、1994年にデビューアルバム、 心のかけらを発表。ビルボードチャートに最高4位、2年にわたってチャートインし、アメリカだけで1200万枚を売り上げた、米軍異問協会協賛の賞にて、ありがとうございます。